はい、皆さんこんにちは。今日の病気の学校はがん検診編のがん予防編の総集編ということで、まあこれまで動画をですね、まあ10本ぐらい、まあ、作ってきまして、まあいろいろ情報量も増えてきたんですけど、まあちょっと情報が多すぎて結局どうすればいいのかわかんないよというご意見もまああろうかと思いますので、まあこのあたりでね、もう総まとめに入りたいと思いますと。で、まあこれまでの、ね、過去動画もぜひ見ていただければと思いますけれども、まあ特にがんが心配な方ですね、これからがん検診を受けようかなって考えている方、ぜひね、見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。まず今日の授業のポイントですけれども、病気の学校、がん検診総集編ということで、まあ、もちろんこれまでの動画にね、詳しく解説してきたことに、まあ、補足しながらまとめていく形式なので、まあ、一つ一つのことに関しては今までの授業をぜひ、まあ、振り返ってまた見ていただければと思います。で、今回は統計データも、出してみまして、これらを参考に自分のリスクを考えてみましょうという話になります。それぞれのがんのリスクについて知り、まあ、自分で対策を立てていくんだよってことを、まあ、何度もお伝えしてきたと思います。自分のリスク、自分がどんながんになりやすいかっていうのは、まあ、誰か他の人が考えてくれることじゃないんですよね。なので自分のことなんで自分である程度考えなきゃいけないっていうことです。どんな検査をすれば、どんな病院に行けば絶対安心ってことはありませんので、まあ、そのあたりね、まあ、詳しくお話ししていきたいと思います。まずこれクイズなんですけどね、パッと見てこれ世界地図見て、この色分けがどういう色分けになってるかっていうのをね、パッと見てわかりますでしょうかね。なんかこうアフリカのあたりが真っ赤になっていて、まあ、ヨーロッパとかアメリカ、中国、日本、まあ、このオーストラリアですか、このあたりが青くなってると、でそれ以外が薄い青になってますっていうのね、図なんですけど、まあ、この色分けになっているこの世界地図は WHO の2020年のデータから引用してまいりました。これはですね、実は濃い青い色ですね。濃い青い色は死因が1位のがんの国なんですね。死亡する原因が第1位。まあ、日本は特にね、がんが一番の死亡なんですけど、まあ、中国やアメリカもそうだと。で、ヨーロッパの国々もそういう国が多い。薄い青が第2位なんですね。別の死因が1位にあって、第2位が死因っていうのがこの薄い青で、で、赤になってくると、もうこれは5番目以降ということで、癌で死ぬというよりは他の病気で死ぬ人が多いという国が赤になっているわけなんですけど、まあこれパッと見るとね、あ、なるほどと。まあ結構、いわゆるですけどね、先進国とか経済大国と言われる国々が、まあ青くなっていて、まあ途上国とか、まあ特にアフリカの大陸の方が多いですね。が、まあ、癌の死亡が少ないってことになってるわけですよね。これは有名な表ですけれども、まあ、厚労省のホームページから取ってきた、引用させていただいた図なんですけども、まあ、日本人の死因として癌がもうどんどん増えてますよという話ですよね。で、心臓病もまあまあ多いですよと。ただまあここでガクッと減ってるのは、これ、まあ、統計の問題でね、死亡診断書に心不全ってね、まあ、書くと、まあ、それは結果を見てるのか原因を見てるのかよくわからないっていうことで、まあ、心不全の記載なるべくやめましょうねっていうことになったんで、まあ、そこでちょっとガクッと減ったんですけど、まあ、とりあえず心臓病もまあ2番目に多くて、まあ、増えているという状況ですね。まあ、それ以外で言うと、まあ、脳卒中とか、脳卒中は少し減ってきたりして、あと肺炎とか、あと、まあ、事故、まあ、こんなようなのが上に上がってきてるわけですよね。まあ、この不慮の事故が、こう、ピコッポコッポーっと増えてるのは、東日本大震災だったり、こっちですね、だったり、阪神大震災だったりするわけですけども、まあ、こういった、まあ、日本人の死因というのは、特に、まあ、もう、とにかく癌が増えてるというのが、まあ、インパクトのあるね、グラフになっているわけですね。まあ、死亡数で言うと、じゃあどれぐらいの方が亡くなってるのっていうと、まあ、ここが、ま、1万人、2万人、3万人っていう、この縦軸が死亡者数になっていますけどね。まあ、概して男性が多いと。で、年を取るごとに、大体、まあ、20代でももちろんね、がんの方、まあ、10代でもいるんですけど、まあ、非常に稀であると。で、だんだん35とか40ぐらい過ぎから、ま、こう見えるようになってきて、で、もう50ぐらいになると1万人超えてくるね、男性の場合。で、わーっと増えてくるという感じで、まあ、年を取るごとに、まあ、癌の患者さんというのは、癌の発生するリスクというのは、当然高くなるわけですよね。で、女性も、まあ、同じように、まあ、たまにね、女性は若いうちになりやすいんだとかっていう人いますけど、まあ、確かに30代の頃と比べると、男女の差がね、
まあ、少し少ないっていうぐらいなんですよ。まあ、実際には男性の方が多いんですよ、統計を見るとね。なので、まあ、がん保険の話とかでね、女性はがん保険早めに入っておいた方がいいよ、みたいなことを言ってる人もいますけど、まあ、男性もそれは同じなんですけどね、っていうことで、まあ、保険に関しては、まあ、必ずしもそう、30代から入る必要ないと思いますけども、特に女性が若いうちに多いというわけではないということですね。ただ、その差は、ね、年を取るごとに男性の方がリスクはどんどん高くなってくるというのは事実であるということなんですよね。で、女性の場合は確かに死因としては癌が、まあ、男性よりは少ないということなんですけども、やっぱり年々増えていくということになります。まあ、こんなようなイメージはね、持っておいてもいいかなということで、まあ、やっぱり40歳超えたら癌について意識していかなきゃいけないかなというところなんですよね。まあ、統計の話を最初に持ってきたのは、まあ、大前提として、癌の死亡が多い国っていうのは、他の病気でなかなか死ななくなってきましたよっていうことなんですよね。やっぱり感染症で亡くなる方とかの世界中を見ればまだまだ多いわけですけど、先進国と言われるところでは、感染症で亡くなるということがだいぶ減ってきた。だから COVID-19 がこれだけ恐れられているわけですよね。先進国でもたくさんの方が亡くなっているということで、普通はもう感染症で死なないのになと思ってたのが、また新たな感染症が出てきたということで、今慌てているわけですけれども、原則がん死亡が多い国というのは、他の病気でなかなか死なないということと同じことなんですね。つまり、がんによる死亡というのは結局長生きの結果というふうにも言えるわけですよ。で、がんをね、完全に、克服することがもしできたならば、平均、人間の平均寿命は120年ぐらいになるんじゃないかという説もあるぐらいなんですよね。大体明治時代とか、大正、昭和の初めぐらいまでもそうですけど、平均寿命っていうのが、生まれた人がどれぐらい生きれるかという予測ですけどね、平均寿命が40代だったわけですよね。それが今やもう80歳を超えてるわけです。だから、明治時代とかと比べると2倍ぐらい生きれるようになってきたわけですけど、癌を克服したらそれが3倍になるっていうんですよね。だから、癌による死亡っていうのは、長生きした結果というふうに考えることもできるんですよね。人間はいずれ死ぬということに変わりはないということで、ただその死ぬということをどう死にたいかどう死ぬのかっていうイメージって、その死の直前までほとんど考えてない人が多いんじゃないかなというふうには思いますね。実際その立場になってみなければわからないっていうのが、それはね、死についてだけではありませんけども、なかなかイメージするのが難しい。難しいんですよね。で、ピンピンコロリみたいなことね、昔こう流行った言葉なんで、最近あんまり言わないですかね、ピンピンコロリとかね。とにかく健康寿命を伸ばしましょうよっていう意味ですよね。ただ単に寿命が長い、日本人はもう女性では87歳だとか言うんですけど、それが例えば最後の10年寝たきりですっていうんじゃ意味ないよねと。元気に過ごせて、で、最後はもうコロリと、すぐに死んじゃうというのが理想だっていうのが、しばしば言われてるんですけどね。じゃあこれ80歳になった自分も同じように考えてますかっていうこともありますけどね。というのは、例えばもう日常的にやっぱり80超えの患者さんをね、たくさん、診療させていただく機会がありますよと。で、その中で、例えば、20歳、30歳の、研修医ぐらいのレベルから見ると、もう80歳の患者さんなんて、そういう人から見るとね、だいぶ生きたでしょうと。だからそろそろいいんじゃないですかぐらいにね、思ってる研修医とかも、いると思うんですけどね。でもね、これ80歳の人の自身の立場からなってみたら、いや、まだまだいけるっしょって思ってる人がほとんどんですよ。でも80歳な、もちろん元気な人たくさんいますからね、全然言っていただいていいんですけど、80歳の方からしたら、いや、これまで大した病気もしてこなかったしね、今回、たまたま癌になったけれども、いや、まだまだいけますよと。いう人はね、たくさんいらっしゃるわけですよね。だから、この20歳代の人が80になった時の自分がどう考えてるかを想像することっていうのはとても難しいんですよね。なので、実際死ぬというね、その死というものの直前まではあんまり本気で考えないということが多いと思うんですよね。で、癌で、死なないことを、癌死を予防するために癌検診っていうのはあるわけですけど、じゃあ癌検診を受けると。たくさん検査をするということの、裏返しは、じゃああなたは一体どういうふうに、死を想定してるんですかということと同じであるということなんですよね。老衰がいいですかと。老衰の場合ってこうピンピン、いわゆるピンピンコロリというのとちょっと違うような気もしますけどねと。ピンピンコロリっていうとね、やっぱりもういきなり進行がんがドーンと見つかって、全く治療しなければ半年ぐらいで多分亡くなると思うんですね。それこそがピンピンコロリじゃないかなと思ったり。脳梗塞
心筋梗塞っていうのも今はね、結構、救急車とかでバッと運ばれると、まあ、意外と中途半端に治ったりもしますよね。そうすると、まあ、中途半端に心不全ですとかってなると結構辛いとかね。まあ、寝たきりになる可能性もある。脳梗塞で麻痺が残るという可能性もある。それから、まあ、特にこういった、まあ、病気をしなくても、だんだん認知症みたいな形で、まあ、記憶が維持できないとかね、アルツハイマーとかもありますけど、脳が、脳梗塞とかでちょっとずつやられていく、まあ、いわゆる血管型の認知症ですよね。そういったものもたくさん増えてきますよねと。まあ、そういった良性疾患と言いますけれども、がん以外の病気は、がん以外の病気なりの難しさがあるんですよね。で、がんの場合は、まあ、がんだしもう転移もしてて、治らないと、原則。原則治らないけど、まあ、抗がん剤をすれば1年ぐらいいけるかもしれない。しないと、3ヶ月とか半年かもしれないみたいなことで、まあ、それだったら抗がん剤し、まあ、しなくてもいいかな、みたいな感じのこう判断がこうできていくわけですけれども、良性疾患の場合っていうのはそういう判断とか決定がしにくいんですよね、すごくね。どれぐらい今後、こう、長持ちするかっていうのはわからないからなんですよね。なので、こう、いわゆるピンピンコロリを本当に希望するんであれば、あえてもう、例えば70歳、80歳過ぎたらもうがん検診受けないっていうのも一つ選択肢としては上がってくるということにはなる、じゃないかなとは思いますけどね。まあこれもまあ僕が勝手に言ってるだけで、まあ皆さんご自身でもちろん考えていただきたいことなんですけどね。ことなんですけど、さすがに50歳、60歳でピンピンコロリを望んでる人ってのはいないでしょうから、まあがん検診というのはどちらかというとそういう、まだまだいけるぞという思ってる人がまあやることであるということなんですよね。で、まだまだいけると思ってるのか思ってないのかみたいなね。そういうところも、まあ、大前提として、まあ、まずお考えいただきたいということにはなろうかなと思います。というわけで、ちょっと気を取り直してね、本題である真面目に、がん検診、がん予防についてちょっとお話を、戻したいと思いますけど、確率があまり高くないとはいえ、先ほどの表で見ると、まあ、癌のかかる患者さん、癌罹患者数がこう、目に見えて増えてくる30歳以上ですね。このあたりで、やっぱり癌に対する対策、検査っていうのはちょっと考えていく必要が出てくるわけですよね。まあ30歳っていうとまだそうでもないかもしれませんけど、30代後半ぐらいになってくると、意外と自分の友達でとか、ちょっとした上の先輩でとか癌になったみたいな方が出てくると思うんですよね。だそういった世代なんで、まあ決して他人事ではないということになってくる。そして、30代ぐらいで癌を見つけてくるメリットっていうのは非常に大きいんですよね。もし30歳で、まあ、早期癌を見つけて早期に治療ができればですね。そうすると、まあ、その後、さらにプラス30年、40年、場合によっては50年、60年っていう、まあ、余命が期待できるわけですよね。まあ、そういうことで、まあ、早期発見、すぐに治すメリットが非常に大きいんでね。で、若い人ほど、まあ、こういったことを気をつけてほしいなとは思うんですけれども、まあ、実際なかなか30歳ぐらいになると仕事もすごく忙しかったりね、まあ、忙しいというか自分で仕事の、都合をつけたりとか、自分で時間がコントロールしにくいですよね。だからこう、何かっていうと病院にかかったり検査したりっていうのが、まあ、しにくい年代ではあるんですよ。で、それほどお金に余裕があるっていう人も多くないでしょうから、まあ、高い人間ドックとか行って検査するなんていうことがためられる年代でもある。しかもそれで発見できる可能性も低いわけですからね。だからこの辺のバランスって本当に難しくて、対策型がん検診とかも、まあ、40歳以上とかだったりするわけですよね。だからまあ30歳以上で、まあ、がんのリスクが高いなっていうね、まあ、後で説明するようなリスクが、まあ、これ高いなと思うんであれば、なんか症状がもしあるようだったらとにかくかかって、でその時にまあ保険診療で、まあ、あれば3割負担とかで検査もできるわけなんでね。でそういうところでいろいろ主治医の先生と相談してこういった症状があって、で自分はこういったがんのリスクも高いんで、まあ、こういった検査をちょっと追加してもらえないかとかっていうことを相談してみるとかね、まあ、必要のない検査を保険診療内で追加することはできない、原則できないんですけれども、まあ、主治医の先生がそれはそうだねって認めればですね、検査をすることができるんで、そういうことをやっていく必要がある。だからこそ何度も言ってるように、まあ、自分がどんながんになりそうかってことを予測して、あらかじめ予測していくことが大事だよってことで、病院かかった時に、あ、そうだ、私こんなリスクあるんですってことを、まあ、説明できるようにしておくっていうのはすごく大事なことなんだよっていうことなんですね。はい。で、これは我が国のがんの統計ですね。今度はがんの中でがん死亡が多いっていう統計は先ほど出しましたけど、じゃあがんの中でどんながんが多いかっていう話なんですよ。で、これはね、もう最近ここ10年ぐらいで1位2位が入れ替わっちゃったんですね。こうパッと見ると昔40年ぐらい前はダントツ1位のがんっていうのがあったんです。これが胃がんだったんです。もう日本人といえば胃がん。もう胃がんといえば日本人というぐらいに、日本人に胃がんがすごい多かったんですよね。で、それが、まあ、増えてはいるんです、来たんですけど、最近になって、なんとこう減少に転じてるんですね。ちょっとですけど、減ってきてるっていうね、頭打ちになった。
それに比べてうわーっと増えてきたのが何かっていうと、これ大腸がんなんですよね。まあ、統計によっては大腸がんを結腸がんと直腸がんに分けているものもあって、そうするとこの辺下の方に入ってきて、あの2つに分かれちゃうんでね、下の方になっちゃうんですけど、大腸がんという大きな括りでいくと、もう胃がんを抜いてるんですね。そしてまあそれに追随しているのが肺がん、そしてまあ女性にしかかからない、まあ女性にしかかからないわけじゃないですけど、女性が大多数であるまあ乳がんですね、がまあさらにその次に追随していると。だから母集団は女性だけだから、まあかなり多いっていうことですよね。女性にとって乳がんっていうのは非常に注意すべき病気だということなんですね。そして男性にしかかからない前立腺がんが続いてくるという、まあこういった順位になっている。これは罹患者数ですね。かかる方ということですけどね。で、またちょっと目に見えて増えてきているのがこれ膵臓がんなんですよね。だから膵臓がんっていうのも非常に怖い病気なんで注意していかなきゃいけないということで、ざっくり人数的には、まあ有名なね、この胃がん、大腸がん、肺がんっていうのが、まあ10万人超えなんですよと。10何万人かもう年間かかってるんですよっていうことをまず、まあ知っておくといいかなと思います。そして、あれってこれね、見てると、大体ほとんどのがんは増えてるじゃないですか。だけど、胃がんと肝臓がんですね。これは減ってるんですよね。で、がんには増えてるがんと減ってるがんがあって、で、先ほど言うように長生きすればするほどがんのリスクって高くなるんで、基本原則的には平均寿命の伸びに従って、がんの罹患者数っていうのは増えていくんですけど、これ減ってるのは胃がんと肝臓がんが減ってると。これ何かっていうと、感染症が原因となるがんっていうのは減ってるっていうことなんですよね。感染症が原因となるがんっていうのは、例えば胃がんで言うとピロリ菌、肝臓がんで言うと C 型肝炎ウイルスなんですよね。そして、まあ女性の病気、子宮頸がんっていうのはヒトパピローマウイルスというのが原因になると言われています。なので、こういったものが、まあワクチンだったり、除菌治療だったり、まああと感染者数が公衆衛生の向上によって、感染者の数そのものが減ってきてることによって、がんの患者さんも減ってきてるっていうことなんですよね。まあ、つまり、まあ先進国になると、感染症のコントロールがある程度ついてきて、そしてそれに伴うがんは減るけれども、突然変異を、遺伝子の変異とか、まあ、食生活とか、いろんなことが、まあ、他のリスクがありますから、そういったものが蓄積してきて遺伝子が傷つけられてがんになる、遺伝子変異を主体とするようながんは高齢化とともにどんどん増えていくという、まあ、そういったことになっているわけですね。で、これ性別ごとに今見ていくとより、まあ、明確になっていくわけですけれども、男性のまず死亡者数、罹患者数ね、これを分けて考えることが多いですね。これは国立がん研究センターのがん情報サービスのホームページから、情報をいただきました。2021年のこれ予測なんですね。まあ、つい最近去年1年間ってことですから、まだ実は統計ね、死亡者数っていうのは、2021年の結果はもう少し先に出るんですけど、もう早々と予測っていうのが出てるんですよね。なので、それをちょっと引用してみますと、かかる病気は何かっていうとね、前立腺が一番多いんですよ。で、前立腺、胃がん、大腸、肺、肝臓っていう順番なんですけど、前立腺がんは、まあ、早々死なないと。治る人も多い。ということで、死亡者数で見ると、注意すべきは、この4番の肺がんなんですよね。で、肺がん、胃がん、大腸がんと来て、で、罹患者数ではランクインしてなかった膵臓がんが出てくる。ということ、まあ、こういうことなんですね。だから、罹患者数と死亡者数が多いがん、これらを、まあ、全体的にカバーしなきゃいけないということになるんですよね。それから、女性の死亡者数で見ると、大腸が一番に来てますけど、罹患者数で言うと乳がんなんですね。で、乳がんも、まあ、治療によって治る方も多いし、まあ、仮に治らなかったとしても、結構、治療がうまく効くとですね、比較的、まあ、長生きはできるんですね。ということで、まあ、死亡者数という点からは4番になっているということですね。で、女性の場合は、まあ、大腸、肺がん、膵がんですね。やっぱり膵臓がんっていうのがこう、ぐっと出てくるわけですよね。だから、まあ、膵臓がんっていうのはかかる、数はそれほど多くないけど、死亡者数が多いという病気で、かなり要注意ということにはなります。ということで、まあ、女性、男性ごとに、まず気をつけるべきがんっていうのが、まあ、大体一緒ですけどね。大体一緒ですけど、女性は特に乳がんと。で、あと、肺がんも見逃しちゃいけないですね。乳がん、肺がん、このあたりが見逃されがち。で、男性は、やっぱり、まあ、胃がん、大腸がんっていうのは結構ケアしてるんですけど、やっぱり肺がん、前立腺がん、このあたり見落とされがちなんで、まあ、この辺もね、注意していきましょうということにはなります。はい。まあ、統計ね、ここまでをちょっとまとめますと、まあ、男性では前立腺がんが多いが、死亡では肺がん、胃がんが多いと。でね、この肺がんっていうのは結構見つけにくいんですよね。で、検診とかやるときに、レントゲン写真って撮りますよね。で、結構多くの人が毎年レントゲン撮ってると思うんですけど、
で、レントゲンで肺がんを見つけられる、いわゆる陽性的中率っていうのが、まあ、ものの本に言うと 70% ぐらいって書いてあるのもあるんですけど、まあ、現場感覚からすると、まあ、そんなに高いかなって思うんですよね。で、ただの、いわゆる1枚だけバシャッと撮るようなレントゲン写真で、まあ、ちっちゃなですね、まあ、早期発見っていうがんを見つけるっていうのは結構大変だと思います。なので、まあ、やっぱりこれはね、詳しく CT 写真とか撮らないと、なかなか見つけれ、早い段階で見つけるのは難しくなってくるんで、まあ、この辺男性はどうしたらいいかっていうことをね、考えていく必要がある。で、前立腺がん、胃がん、大腸がん、このあたりは検査さえしっかり受けていれば、比較的早期発見しやすいんですよね。なので、自分のリスクが高いと思う人、まあ、そのリスクについてはこの後説明しますけどね、後編で説明しますけど、まあ、それぞれのリスクをよく見て、自分これ結構当てはまるわっていうのがあれば、まあ、検査を受けるということがまず第一になってくるわけですね。女性の場合はとにかく乳がんの早期発見が重要と。で、再発しちゃうとなかなか治らないんで、やっぱり早めに見つけていきましょうっていうことで、まあ、乳がん、子宮がんのリスク、この辺もまあ大体分かってきてることが結構あるんでね、この辺をしっかり知っておきましょう。そして、まあ、これ意外と女性の場合ね、私タバコ吸わないからとか言って肺の方あんまりケアしてない方っていうのも多いんですけど、まあ、肺がんの死亡者数も結構多いということで、まあ、肺についても、まあ、忘れずに、まあ、検査していく必要があるということで、まあ、ここまでね、とりあえず一旦、まあ、また長くなっちゃうんで、一旦切りたいと思います。総集編2に続くとして、この後、個別のね、臓器別のがんのリスクについて、詳しく見ていきます。それではまた、お会いしましょう。ではまた。